va a servir. Ñan Ñan tiene el dedo. Ñan Ñan tiene el dedo. ¿Dónde van a estar sus tomates? ¿O cambre? ¿Saki? この今週ね、ずっとやってるやつね、引き出しってやつで、ちゃんとね、あの背中、後ろ、自分の後ろの方にね、この払い腰とかのね、足の引き出しっていう打ち込みのね、1、ね、1、ゆっくりでいいから始める。1、2で差し込む。相手の、この、つま先とね、相手のおへその下あたりに、この、 この、ね、二の足がポンと出てるんですよ。これをあんまりぐるーっと回しちゃうと入らないから、ね、ちゃんと、一の足をぶつからないところで膝を曲げる、ギュッと上げる、つるんだよ。それで、こう、二の足を差し込んだときに、自分の方に持ってくる。で、持ってくるときに、一瞬止まるんですよ。傾くんだけど。さっきも傾くんだったけど。 そのためには、こっちの受けの人が引っ張られたとき引っ張り返す。倒れないように。ゲッ、たぶん、違うよ。ぐっとお腹出すんだよ、タイミング合わせて。ピタッと止まろう。ね。ピタッ。ね。ピタッ。これ、1で持ち上げて、2の足入れるときに、こっちで、体がね、こっち来るように足で、 押し出しながら手も引っ張る。バツッ。バツッ。バツッ。だから受ける方も遊んでちゃダメなんだよ。あともう一個、そのままランドリーに入るから、かけるときに大外刈りも、これただこう入ってたら、ね、ランドリーとか試合じゃかけらんないから、そのために足技をこう、やって、かけやすいようにして、 入るっていう工夫が必要になるからね。ね、その中でも一個実践的なんで、相四つ。右組みだったら右組みの人、左組みだったら左組みの人で、ね、こっちの後ろを回って内股かけるっていうのが、かけづらくなるから。その場合に、一回、ガツって。 とりあえずこう、小内刈りで、蹴る。ね。それで、これ止まるから、相手が、こう出てた足、出してる。こうなってるから。こうなってる。この足を、パッと止める。立てる。で、これで、1になるわけ。1、で、2、3って内股。ね。入りやすい位置に来るために、足技を使って工夫するんだよ。わかる？ あとは、踏み入れくんで。こういう場合のやり方、ちゃんと立ってる。ね。こう、1、2、3ってこんな風に入れるほど相手もね、止まってくれないから、動いてる場合に、ここに一回1の足をドンって当てちゃう。足を。当たんないように普段はこうやってるんだけど、 わざとこの1の足を相手にドンって当てて、で、止めといて、かけるって方法もあるから、ね。足払いも、こう入っといて、こう払うんじゃなくて、一回ガツってやって、ね。ガツって止めといて、入るとか、ね。実践になるとそういう工夫が必要になってくるから。こうやって届かない足を、こんなやっても届かないから、一回引っ掛けといて、ね。 相手も飛ばないようにして、踏ん張れば。踏ん張ればこっち引っ張るからギュッて。ただ、これで、こんな移動したらダメなんだよ。ね。自分があくまでも寄っかかってる位置になるぐらいに引っ張って、で、入っていく。ね。それを、みんなはよくやってるのが、足を引っ掛けて近づけばいいんだよって。こうやると、ここまで行っちゃうんだ。 ここまで行ったらこっちの人足上げたら倒れちゃうんだよ。だから絶対に自立はしちゃダメな柔道。必ず寄っかかってる。引っ張る。ね。必ず二人でこう教え合いね、引っ張り合いの状態を作っておかないと、まっすぐになった瞬間に、
これでビヨッて返されちゃった。打ち込みの時もね、足上げろなんて言ったら、もうこんなになってたら、で手を引けって言うと、そしたらどこに体重が移動してるかって言うと、自分が倒れるようにしか移動してないんだよ。それなんでこいつを動かさないために引きつけるんだよ。実際は引きつけてるわけじゃないんだ。近づこうとすると相手が離れる。離さないようにする動きが引きつけるってことなんだよ。ね、実践だと、打ち込みだとこの人動かないから、こんなやつでも平気だけど、実際はこうやってかけられようとしたら逃げるじゃん。離れないようにパッと入れて入る。あるからその辺勘違いしないように引きつけるじゃん。こうじゃないよ。相手がさ、自分がかけやすい位置に入れるように、そのために離れないように引けっていう表現なだけだよ。引けって言ったじゃん。こういうことじゃない。毛布かけるわけじゃないからね。毛布はかける手前だよ。で近づく。それを忘れないようにしてやってみましょう。I need this.